気合いです。梅雨に突入したということで、今日は日曜日雨の日、どれだけアトラクションに乗れるのかやっていきたいと思います。で、ちょっと待ってください。え、肝心の雨は？クモさんがね、気まぐれなので今はちょっと静かにしてますね。朝はね、結構降ってたね。はい、この後もちょっと降るみたいなので、まあ止んだり降ったり、そんな日の動画になりますね。はい、果たして私たちはどれだけ乗れるのでしょうか。それでは行ってまーす。はい、そろそろ入りますけど、はい、今日の意気込みはどうですか？雨ですけど、頑張っていっぱい乗っていきたいと思います。結構しっかり降ってるんですけど、やっぱり日曜日なんで混んでますね。ちなみに僕たちは8時15分ぐらいにエントランスに到着して、大体この位置でした。じゃあそろそろ開演なんで、頑張っていきましょう。雨に負けるか。はい、入りました。それでは行きましょう。ちなみに入園まで10分ぐらいかかってます。結構かかってしまいました。急いで行きましょう。まずはこの企画恒例のあのアトラクションに行きます。こっちに向かってるということはビッグサンダーマウンテンよ。それにしても美女と野獣、相変わらず朝一すごい混んでますね。どこまで列続いてるんでしょうか。待ち時間120分だそうです。雨でも関係なくですね。120度となるとちょっと出遅れたかあるね、うん、ちなみに見てください、こっちの道全然人いなくなりました。やっぱ雨だから一番最初にこれ行くって人少ないのかな。この道こんな感じです。一応待ち時間は15分だそうです。まあ10分遅れたにしてはいいんじゃないですか。やっぱり雨ですね。見た感じ15分もまだなそうです。ここ誰もいないです。濡れちゃうということなので、じゃーん、買ってきました。このアトラクションはカッポを着て乗っていいということなので、こちらで雨の中乗りたいと思います。カッパを着て乗れるアトラクション多いので、いっぱい楽しみたいという方はカッパ持ってきておいた方がいいですよ。それでは行ってきます。やっぱり雨の中になるとちょっとテンション上がっちゃうね。しかもちょうどちょっと雨も弱まりまして、いいコンディションで乗れたね。最高でした。イエーイ。じゃあ次はね、いつもだったらここでスプラッシュ行くんですけど、はい、雨なんでね、そんな混まなそうということなので、はい、今日こっち行っちゃいます。これは混みそうだもんね。もうすでに混んでそうだ。というわけでピーターパン行きます。5分待ちです。ピーターパン5分は激アツですね。激アツだよ。もう一回乗ってもいいんじゃない。やっぱ朝ならではの待ち時間となっております。ありがたや。Small children should enter first. Remain seated with your hands, arms, feet, and legs. では次なんですが、人気なんだけど雨降ってるんで、まだ5分待ちのアトラクションがあるんで、そちらに行きましょう。はい、楽しんでいきたいと思います。はい、一人でね。イエーイ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 というわけで行くのはこちらです。スムタムタンポン。じゃあね、行きまーす。飛んできまーす。ではね、ここでエントリー受付をやっておきましょう。アイリンに黙って。これで当たったらアイリンに褒められるし、落選してしまったらアイリンにボコボコにされてしまう。ちょっと危険な賭けですけど、やりたいと思います。まずはマジカルミュージックワールド、お願いします。お願いします。お願いします。しかも前から5列目。じゃあ次はクラブマスビート、40周年バージョン見たいよ。お願いします。お願いします。来た。12個当たりました。一応ジャンボリは雨なので
今日はちょっとやめていきたいと思います。見たい方にお譲りします。リンクちゃん号に乗りました。やったじゃん。お尻に入れてるんで皆さん、どこに行くかも。おもらししても大丈夫だね。ではちょっとだけエリアを移動します。目指すはアドベンチャーランドです。ではジャングルクルーズに行きます。少し待ち時間増えまして10分です。まあでも全然許容範囲、行っちゃいます。今なんて言った？抽選はいつ？抽選いつ？もうやりました僕が。え？さっきアリがダンボを並んでる時勝手にやりました。で、結果は当たってるんだよね。そうだよね。え？当たってんでしょ。何の話か。全部当たってたから黙ってたでしょ。何だよ皆さん。2個当たりました。そう、もう皆さん結果知ってますから。あ、先に知ってたのか。次はこちら行きます。雨やめました。まあ、この後もちょいちょいパラパラ降ってきそうですが、とりあえず今やんでます。ちょっとね、晴れたので今のうちにね、はい、乗りたいアトラクション乗っておきましょう。いいね。雨の日はね、またいつ雨降るか分かんないんで、チャンスを逃すな。うん、行きましょう。というわけで目指すはスプラッシュマウンテンです。滝壺です。スプラッシュの待ち時間45分だったんですけど、ビッグサンダーが40分に伸びてました。こうちゃんの戦略勝ちですね。ありがとうございます。雨の中乗ってよかった。やっぱ並ぶ順番重要だね。晴れてるので今のうちにカヌーに行きましょう。漕ぎます。漕ぎましょう。結構体力使うんだよ。お昼はここに行きます。はい、それではここで昼食タイムです。やっと食べた。ではこの後当たったショーもあるのでパパッと食べて次行きましょう。雨もねちょっと強くなってきました。めっちゃ強くなってきた。今のうち乗っといてよかったね。ビーバーブラザーズもスプラッシュも、うん、やっぱついてるな私。それではマジカルミュージックワールド行きます。前から5列目、とてもいい席です。楽しませていただきます。ありがとう、こうちゃん当ててくれて。ありがとう、ラブ。はい、見終わりました。どうでしたか。最高だよ。近いと迫力が違うね。では次行きたいと思います。雨が降っている間にシアター系のアトラクションに行きたいと思います。濡れずに楽しむ大作戦、いいね。というわけでスティッチエンカウンターに来ました。もうね、案内されているのですぐ行けそうです。はい、それでは次オムニバスに乗っていきます。ハーモニーインカラーがそろそろやるのでちょっとやらない時間があるんですけど、その前に乗ってしまいます。いいね。ちょっと今晴れてるんですけど、今日は雨前提で来ているのでハーモニーからは見ない方向で行きたいと思います。残念、まあ、その分今日は他のアトラクションで遊んでいきましょう。というわけでファンタジーランド遊んでいきます。ファンタジー、ファンタジー、なんだそれ。まずはピノキオの冒険旅行行きます。5分です。次は It's a Small World 行きます。こちらも五分待ちでございます。やったね、吸い付いたね。パワーノンストップになりました。それでは行ってきます。
そういえばフロリダでもイッツアスモールワールド乗ったんですけど、その時はディズニーキャラいなかったね。いなかった。だからね、楽しいです。リモートイッツアスモールワールド旧バージョンを見たい方はぜひフロリダ行ってください。懐かしい気持ちになります。確かに懐かしい気持ちを味わえた。この後みんなはねハーモニーカラーで盛り上がるんで、僕たちはペイマックスで盛り上がりましょう。踊るぞパレード組には負けません。ベイマックスくんよろしくお願いします。お願いします。ベイマックスよろしく。というわけで次はプーさんのハニーハントに来てます。ちょっと待ち時間長いですけど乗ってきます。なんとアイリさん、アトラクションまだあと20個以上残っております。めっちゃありますね、うん、ディズニーランド数多いね、うん、結構乗ってると思ったけど、人気アトラクションに乗ってるだけで数はそんな乗ってないってことなんですね。全部制覇したいところです。まあ、あと6時間約半分でございます。はい、楽しかったです。楽しかったです。はい、次はクラブマウスビートの時間に近づいているんですが、まだ若干あるんで何か乗りましょう。わ、まだちょびっとあるの。ちょっとだけ乗りましょう。何乗れる。こちらに行きます。キャッスルカルーセル。よろしく頼むよ。これじゃん。次はこちら行きます。500円ではない。こちらにお願いします。ありがとうございます。どうやらアリさん、ティポトルタを食べながら待つみたいです。せっかく待ち時間があるのでこれを食べて待ちたいと思います。遊戯に使います。これ当たった人の特権何。おやつ食べれます。はい、着きました。着きました、着きました。そして大事件です。見てください、皆さん。何。アニアの手元もうここに来るまでなくなっちゃってるっていうね。やめちゃった。待ちながらじゃないの。本当に買ったっけ。なくなっちゃった。はい、じゃあ行きます。来ました。次はこちらペニーアーケードに行きます。渡目夫婦、またしてもやってしまいました。二人ともほぼお金を持ってきておらず、奇跡的に僕の財布に16円が入っていたので10円のゲームができます。あるんだよね、10円の。はい、1個だけあるんです。10円で楽しめるんです。かけましょう。始めましょう。このおっちゃんです。このおっちゃん、なんと10円で楽しめます。やったぜ。これは何ですか。これは占いみたいなもんで、自分の性格を教えてくれるの。じゃあやりましょう。来た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 。さあ、私はなんだ。どうだ。なんなんだ。私はなんなんだ。タックチャート。これ脱税者。脱税者。いえ、そんなことありません。提示してください、おじさん。これ、私の人生を狂わせよ。とんでもないことを発覚しました。この人、犯罪者です。もう一回、もう一回。次はモンスターズインクに行きます。ここの天井には隠れミッキーいますからね。皆さん探しましょう。どこかは教えません。
次はこちら、スターツアーズに行きます。はい、行きましょう。うわ、ちょうどいいタイミング、いいですね、この曲。久しぶりにウエスタンランド帰ってきました。こちらでちょっと遊んでご飯を食べたいと思います。そういえば超絶秘宝な話が出ております。何？なんと私たち所持金がないためシューティングギャラリーできません。よってこの時点でもう全制覇ならず。200円ありません。嘘でしょ。そうです。全制覇ならず。全制覇目標にやってきたけど今日ダメです。理由は金欠。アリちゃん友達探してください。誰かー、誰かー。いたらいけるかも。それでは次、トムソーヤ島イカダに乗ってトムソーヤ島に行きます。今日は珍しく右側に行っています。こっちに行くの。めったに行かないね。うん、ここに行ってみたい。魚釣りドッグとポンプの小屋に。これじゃないの。あ、これもう着きました。これもう着きました。なかなかいいビューでございます。あ、先ほど乗ったコロラド号が来ております。ではちょっと早い夜ご飯でこちらに行きます。ではグランマサラで夜ご飯食べたいと思います。やっぱね、雨降ってるやっぽいよね。のんびりもできるし、そして今は40周年のグループもあるし、かなりおすすめです。じゃあここで結構長めの時間の休みを取って最後頑張っていきたいと思います。チェイル回復だ。ここからはほとんど待ち時間の少ないアトラクションなんで、どん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 数増やしていきましょう。楽しもう。ニャポー。まずはカントリービアシアターに行きます。ちょうど開きました。0分待ち。次はこちらに行きます。はい、一番前に乗ってきます。じゃじゃん。はい、外を出たら暗くなっておりました。寂しいね、終わりが近いってことでしょ。もう2時間切っております。やだね。残り楽しんでいきましょう。次はこちらに行きます。アロハエクボマイン。はい、この曲を横目にホーンテッドマンション入っていきます。誰もいません。もうこの時間に入る人はね、僕たちぐらいですよ。行きましょう。止まりました。僕たちはもうここから出ることはできないのでしょうか。まさかこいつの仕業。出たらまだやってました。次はこちらに行きます。美女と野獣空いてるんですよ。本当はね、そっち行きたいんですが、そうなると全制覇のチャンスがなくなるので、他の乗っていきます。全制覇したいんだ。まだ諦めてない。200円が必要ですけどね。200円が。次はこちらに行きます。イルハーマジック。あったあった。それじゃドアを開けるよ。それ。さあ次はこちらフェアリーテールホール行ってきます。もちろん5分待ちです。残りもうすぐことになりました。一応ね、美女と野獣残ってるんですけど、こちらも最後に行きたいと思います。はい、それしかね、もう全制覇のね方法はありませんので。なので、
今トゥーンタウンが、ね、まだ乗れてないのでそちらを今全部乗ってその後美女と野獣に並ぶと。一応さっき30分待ちぐらいだったんで全然可能性はありますんで。ファイト、お願いします。今日初のトゥーンタウンです。まずはロジャーラビットのカートゥースピー行きます。お、この曲が流れてるってことはもうそろそろ花火がやるんじゃないですか。花火、ガジェットに乗りながら行きましょう。ジェットコースターからの花火ですね。お、ほら来たよ。来た、綺麗です。まさかの展開、花火中ジェットコースターが動かない疑惑です。動いてない、チップ、マジか。ガジェットが発生した。このコースターに乗る時のお願いを伝えてよ。まさかのここで足止め。ガジェットが発生した。まあしょうがないね。僕は花火を楽しみたいと思います。木で隠れてるけど。チップの番だろ。ようやく花火が終わって動き出しそうです。それでは乗ってきます。まさかの足止めを食らってしまったのでこの辺はもうバイバイで美女と野獣行きます。さあ果たして美女と野獣も乗れるのでしょうか。その隙に一つアトラクション体験。お尻振れた。ちなみにガジェットを降りた時点ではまだやってました。っていうことはいけんじゃないの。さあどうなんでしょうか。ここ乗れるのと乗れないのでだいぶ満足度違いますよ。滑り込みセーフ。行けました。行けた、やばい、やばい、よかった。でも雨ディズニーじゃなかったら行けなかったな。よかった。25分待ちだそうです。いや最後こちらを楽しんで帰りたいと思います。というわけで雨の日のディズニーランドアトラクションどれだけ乗れるかでした。今回の結果は30個のアトラクションに乗れて5つ乗ることができませんでした。悔しすぎる。ああ悔しい。しかも残したねアトラクションもねそこまで待ち時間の長いアトラクションではなかったのでね、頑張れば乗れたの、うん、悔しい。まあ多めで成功ということでいいんじゃないですか。いいね、人生ができたな。というわけでね雨の日やっぱねいっぱい乗れるのでぜひ工夫してアトラクション楽しんでみてください。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。回します。皆さんお誕生日じゃない日おめでとうございます。うー来た、さよー。あやってるのでぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーになー。